英の一英は、中国の衆大、春秋時代から戦国時代にかけて、河南省の一部を支配した諸侯国。英の始祖は、衆の文王の旧男の公祝である。三兄の官祝荒田党が、陰より衆を攻め、四兄の衆公単が乱を沈めた後に、公祝は衆より、英君に封じられ、二分された陰の移民の一方を民とし朝歌を音とした。第八代五六の時、 多くの財物を州王朝に献上したことから公爵に除された。第十代、武功の時には、州の猶王が拳銃に殺されると兵を率いて拳銃討伐に駆けつけ、その功により修王室から公爵に除された。その領土は狭いとはいえ、郊外流域の中原の中心地であり、先進地帯であった。しかしそのため、守るは、 周辺諸国との接触に暴殺されることになる。紀元前660年には敵により滅ぼされるが、聖の観光の助力により国を復活した。後には、亡命時代の進むの文孔を礼遇して他国へ移らせ、孔子を迎え入れた時にも礼遇して他国へ追いやるなど、優秀な人材が滞在してもすぐに出国してしまう状況であった。また、皇族の一人であった昭王は儀を経て、 真に仕えて活躍している。戦国時代には、藩、義の藩属国状態となり、紀元前240年には旗に事実上滅ぼされる、ものの、名目的には細々と続き、公祝文王の旧男紅白公祝の、子公白紅白の子図、空白紅白の紅白、図空白の子安子白白の固定白、安子白の心公帝、ありがとうございます。